総称は、鉱物の結晶の特殊な例の一つ。二つ以上の同種の単結晶がある一定の角度で規則性をもって接合したものである。総称は、二つ以上の同種の単結晶がある一定の角度で規則性をもって接合したものである。接合部が軸の場合は、その軸を総称軸と呼び、平面の場合は、その平面を総章面と呼ぶ。また、 結晶の種類が2つの場合を3連総称、3つの場合を4連総称、4つ以上の場合を周辺総称と呼び、結晶が総称面で結合している場合を接合、総称、互いに貫入し合っている場合を貫入総称と呼ぶ。さらに、結晶が大きな粒子の繰り返しである場合を繰り返し総称と呼び、鉱物の種類によって特有の総称の構造を持っているものもある。 似たような結晶構造を持っている単結晶とは、180度以上の面角を持つか否かという点で区別される。水晶の日本式総称随晶の総称は十数種類あると言われており、代表的なものには、日本式総称、ドフィーネ式総称、ブラジル式総称などがある。日本式総称は2つの結晶が84度33の角度で接合したものである。その形から、 平板式夫婦随章とも呼ばれ、二つの結晶がちょうどよく接合しているので、江戸時代にはメガネに加工されることもあった。ドフィーネ式総章は同軸上に総章となるため、一目では判別しにくいが、水晶の中面の隅には小さな面ができることがある。この面は、単結晶の場合には、中面一つ置きに左右どちらか、片方にしかできないが、ドフィーネ式総章では、 その面が中面ごとに左右どちらか同じ方向に連続して現れる。ただし6面すべての中面に現れることは稀で、一箇所でも連続して現れれば、トフィーネ式総称と認められる。ブラジル式総称も同軸式の総称で中面の隅にできる小さな面が一つの中面上に左右向かい合うように現れるので判別できる。ただし、 これも中面一つ置きの三面すべてに向かい合う、こう表が現れることは稀で、一つの面で確認できれば、ブラジル式総称と認めてよい。ドフィーネ式総称は、右推奨同士、あるいは、左推奨同士の総称なのに対して、ブラジル式総称は、右随章と、左随章が合わさった総称である。長石の総称としては、イチガイ式のカルルスバット式総称や結晶が、 重なる、バベノ式総称他に、マネバッハ式総称などがある。石膏の総称軌跡や、石膏の単結晶は、平行四辺型になっており、総称は、この結晶の真ん中で、縦方向に鏡を立てた、矢筈のような形をしている。白円光の総称白円膏、荒れ石などの斜方症系の鉱物、また金鉱石、旧箱などは三つの結晶が組み合わさり、 六角形の総称を作ることがある。十字石の総称十字石廃十字不石などは二つの結晶が組み合わさり、十字型の総称を作る。ありがとうございます。